はい、5月の21日、はい、日曜日の朝の見回りに行きます。行きますね。はい、例のようにピンマイクはございません。今日検定してどうにか音声をね、また改良します。すいません、日曜日なので。てかまだやってなくない？うん、てかまだ、はい、まだ8時台ですよ。まだやばすぎだろ。何を見たんだ。そしたらやばいね、はい、どこで休むんだ俺らはって感じ。もうちょっと大きくなって。はい、天気は晴れ、気温もだんだん高くなってくるはず。暑いとね、急に夕立が降ってきたりするしね、やだね。重い。ありがとう。はい、5月ももうちょっとで終わります。梅雨の時期に入っちゃいますが、なんとか梅雨が来ないでほしいです。ね、大問題だ。やっぱキラキラ光ると気になるのかね。取れるんじゃない？うん、箱もちょっと傾いて。傾いて。そうなの。箱箱。ああ。箱下に下ろしちゃえば。まあ、まあ、ダチョウもね首が長いのでなんかギリいけそう。いけるか。いや、そうすると今度小松菜を下ろすしかない。それかテーブルでももうちょっとこっちにする。確かに。どうした？ゲジがいた。どこにいるの？これゲジっていうの？ゲジ。違う。閲覧注意だ。置いてください。あ、落ちた落ちた。なんか船虫みたいね。そうだね。イカよりはあんまり凶悪じゃないけど。ムカデとヤスデとゲジは何が違うんですか？姿が違います。みんなちゃんと張り替えてくれたんですね。どれ？最初アイテム。あ、あれ私やってないです。あれは山田さんかな。山田さんかな。ここだね。え、あの北の虫が怖いんですか？刺すんだ。噛まれた経験が。いや、ないです。何がしないんですか。キモいだけ。あと早いからちょっと苦手。よし。はーい。よし。
なるほどしてるのはなんか可愛らしさがあるんですけど。のどい虫って何？アオムシとか。じゃあシャクトリムシは早いけど。ああ、もうちっちゃいからまだ。じゃあ回るか。先に捨ててくる。あ、そうだね。これじゃあ。はい。素早い虫が嫌いなのか。え、トンボはどう？トンボ。トンボはまだない。飛んでるのはいいの？蝶とかどうなの？飛んでる子はもう早くて当たり前じゃん。あの地面張ってるやつらで早いとおおってなっちゃう。あのだからめちゃくちゃふさふさの毛虫もそうですね。あー、早いね。イモムシにしては超早いよね、うん、逃げるのに必死なんだね。この毛虫がちょっと苦手。じゃああいつが大人になればいいんだ。何になるんだ。あいつはガになるんですけど。あー、まあもう気にしよう。あ、食べてる。見て、エミューが食べてる。はい、ありがとう。さあ、行ってもらって。はい、ともちゃんに卵を捨ててもらってる間にエミューでも観察しましょうか。はい。エミューの、これはイジちゃん、タプちゃん。ちょっとまだ僕には判別がつきませんね。おはよう、また後で来るよ。まあ、エミュー観察はまた後だな。ん？エミュー観察はまた後でやる？そうですね。最初行こう。ジョンパドックはなかったから、こっちから。そうだね。今日も地味に暑いです。もう夏なんじゃないかって感じ。うん、なんか蒸し暑い感じ。いいな、セミのいない夏とかいいよな。あ、まだ鳴かない。うん、セミが全く鳴かない夏ってさ、はい、なんか良くない？あ、なんかそれが普通ならいいけれど。何、物足りなくなっちゃう？いや、今まで泣いてたやつが鳴かなくなると、え、なんか怖いってなっちゃう。嵐の前の静けさ。大地震発生みたいな。なんだっけな、あそこに座っとるやつが。今日はこいつを閉じるの。みんなおはよう。みんなもあっちにいてくれるってこと？そうね。何を言ったら今15話ぐらい。あ、じゃあみんなですかね。あ、みんなじゃなくて。みんな行っちゃってもいいか。そこにいる子たちを全部こっちに行く。また後でやるか。今日は日曜日にしては、はい、日曜日にしてはじゃなくて、いつになく忙しい日曜日だ。
はよう。喧嘩しないよ、やめな。喧嘩したって何の言うことないんだ。ない。喧嘩してるし。喧嘩両成敗だ。両成敗。売られた喧嘩も買ってはいけないぞ。そうそうそう。お、卵あったよ。12番。ライダーさんいるじゃない、うん、のインスタにさ、インスタにあの人のそのパドックにはさ、うん、監視カメラがついてんだけどさ、うん、そこの監視カメラにそのメスが産んだ卵を踏みつけるオスが映っててさ、いやで踏みつけた後2人で美味しく食べてる映像が食べるために踏みつけたんかな。踏みつけちゃったから食べたんでしょうけど、また豆型、それも豆型の本当だ。はい、12番はそういう子なのか。そうだね。踊らんのかい。ちゃんと踊れよ最後まで。どっちのメスが問題？またお前かよ。でも遺伝なら大きくなるんじゃない？うんうん、確かに、はい、あれ総排泄口だから全部そこにあるの。そうだよ。なんで出したんだよ。なんで出したんだよ。はい、ということで朝の見回りでした。皆さん、いい日曜日をお過ごしください。バイバイ。